ユダヤ資本派、王の権威を見つけて隔離し、そこから、お金、その元かを抽出、それによって財を得てたという構図は、実際はあったのかもしれない。地震の現状、それのように。ただ、カール・マルクスが、やりたくて破綻した生活をしてなかったら、そこには思いふんぬ、そういうのはあったろう。それが歴々続いてたとしたら呪いは、結構深刻なものだった、かも。ヒットラーの登場、ユダヤ教の迫害、それは、何かの？という状況と、平成の諸問題と。現状、それは期待値だ。ユダヤ資本は今まで通りには王の権威へ排斥、それをしにくくなっている、事態はあり得る。ただ、実際には、カール・マルクスも、王の権威だった、のなら、資本論、の作者のエス、ともかく経済学、には相応の権威があるわけだ。王の権威に匹敵する、その時、